万物が蘇生する春を迎え、新統一韓国平和フォーラムの第3期が出発しました。2021年8月に初めて開催された新統一韓国平和フォーラムは、新統一韓国の理論的土台であり枠組みとなる新統一韓国論を中心に、新統一韓国のビジョンと意識を高める重要な場として企画されました。新統一韓国平和フォーラムは、統一に関する問題を持続的に研究し、さまざまなテーマで統一のための専門家の優れた意見に接することができる討論の場として定着しつつあります。ユン・ヨンホシンクタンク2022推進委員長は、平和フォーラム第3期の出発を祝い、歓迎の挨拶を伝えました。第3期新統一韓国平和フォーラム特集を迎え、フィールドにお越しの皆さん、もう一度心より歓迎いたします。3ヶ月ぶりにお目にかかりますが、双方向でもご一緒されている平和指導者、平和愛員の皆様も心より歓迎いたします。今日はキム・スク大使を迎えして、大変素晴らしい新統一韓国に対する知恵を集める談論の場になることを願っています。もう一度祈祷しながら来ていただいた皆さん、心から歓迎申し上げます。ありがとうございます。今回のフォーラムは、平和と安全保障、韓国外交の課題というテーマで、キム・スク第23代国連大使の特別講演と平和マダンがありました。キム・スク元国連大使は、20世紀の第二次世界大戦後に国連が誕生したにもかかわらず、21世紀を迎えた今もウクライナ・ロシア戦争を通じて、残念ながら国際法に違反する領土侵略のための侵略戦争が可能であることを示し、自由民主主義制度の中にも非自由民主主義を標榜する独裁政権が登場したと伝えました。このような国際社会の情勢の中で、価値の対立が激しくなり、価値戦争を彷彿させており、国家安全保障は単独では守れないため、同盟の価値が重要だと言及しました。そして未来に対する課題が込められたが、韓国の外交戦略の方向性について意見を示しました。声楽家コン・ソギョンさんの平和の願いを込めた素晴らしい平和講演の後、平和マダンへと続きました。特別講演をしたキム・スク元国連大使を壇上に迎え、シンクタンク2022政策研究員のチョ・ヒョングク事務総長が座長を務め、アサン政策研究院主席研究委員のチャ・ドゥヒョン博士と、シンクタンク2022政策研究員専任研究員のムン・ビョンチョル博士が論評を述べました。オン・オフラインで質疑応答は続き、大韓民国の外交戦略と北東アジアの平和について真剣な話し合いが続きました。キム・スク元国連大使は、いかなる逆境があっても自身の持つ初心と価値を守り、開かれた心、開かれた耳で私たちの道を歩んでいかなければならないと強調しました。新統一韓国平和フォーラム第3期は、新しいフォーマットで1対1のインタビュー、対談プログラム、トークコンサートなど多様な形式と会場で行われる計画であり、4月7日から毎週金曜日に行われる予定です。1993年1月3日、全本部教会での御言葉、設立的解雇と制約時代第6部。神様が先生を一生の間、先生は今韓国の年で何歳ですか？ 74ならもうすぐ80じゃないですか。もう80のいい年なのに、正月の元旦から出てきて、今まで何時間話したか分かりません。声も枯れていますが、今朝休むように言ってくれた人は一人もいませんでした。神様は休みません。神様が寝ますか？神様が遊びますか？摂理の主人公として歴史を超えて働かれているのです。再創造の歴史をすべて陶芸しなければなりません。こんなに疲れていてものびのびとは寝られません。疲れて寝るときは、すまない思いで丸くなって寝るんです。
女性が 大の字になって寝られるでしょうか。先生は一生そのように生きてきたのです。それが習慣になっているので、横になるといつも丸くなって寝ます。身胸に対して責任を果たせなかったものが、天に向かって大の字で横になって寝られる度胸があるでしょうか。それは罪です。そう、今はもう習慣になっています。今は家に帰って寝るときも横向きで丸くなって寝ます。大の字になって寝たことはありません。寝ていたら知らないうちに大の字になったかもしれませんが、最初からそうは寝ません。それは神様もしょうがないんです。だから神様は私を悪く思わず好きになろうとするのです。ですがまだ使命が残っているので好きではないのです。十の命令をしたらそれを全部成し遂げて、そこに一つでも多くのことをすることを願うのが神様なんです。何の話か分かりますか。神様は十の命令をしてどうするのかをじっと見ているんです。だからただ別の命令を待っているものは、あいつはただ命令したことだけ従ってやるけど主体的な立場でプラスさせられるものではない、神様の代行者にはなれないとなるんです。自分を中心にしてプラス的な基準を立てたら、神様の大神者として立てられる天理の原則があるので、先生を今まで見守ってきたのです。神様がそれくらい無慈悲です。先生には無慈悲なんです。それで行くところ行くところで悪口を言われ追い出されたんです。それがどういうことか、迫害は温州世界を相続させようとする神様の戦略であり秘訣です。兄がいくら大統領で博士だとしても、出来損ないの弟を一発殴りでもしたら、親は誰の味方になるでしょうか。他の兄弟は誰の味方になるでしょうか。殴った博士の味方でしょうか。倒れた弟の味方でしょうか。倒れた弟の味方になるんです。こんな簡単なことが宇宙全体の法則として通用するんです。そのため地域でもこの原則を適用しなければならないのです。10人の友達がいるなら、その環境の中で誰が主体になるでしょうか。よりために生きる人です。わかりますか。よりために生き、自分のすべてを投入して犠牲になり忘れてしまう人が主体になるのです。誰かを助けてあげても、それを覚えていない人は間違いなくボスの座につくのです。神様がそのような方なので、神様自体は神様になろうとはしません。宇宙が自然に神様を受け入れて中心の位置に迎えるからです。環境には主体と対象がありますが、その主体と対象が一つになって対応する相手を探し、より大きな主体、より大きな相対的存在を中心にプラスがこうくっつくかマイナスがこうくっつくかしないといけません。だから男の後ろには女がいて、女の後ろには男がついてくるんです。主体と対象がありますが、そこにもっと大きなマイナスがあれば男がくっつき、また別のプラスがあればマイナスの女性がくっついて発展していくのです。そのような論理的な条件を立てなければ発展の原則を解明することはできないのです。摂理は分かりましたか。摂理は神様の経典のことです。摂理は救援摂理は元通りに回復するための復帰摂理です。復帰するためにはどうしたらいいのか。堕落にはサタンが介在しているので、サタンを清算しなければならないのです。そのためには陶芸しなければなりません。罪を犯したら陶芸しなければなりません。母と父が罪を犯したら、その血を通してつながって入ってくるのです。過去のすべての先祖たちが罪を犯したなら、子孫を通じて罪を犯した分だけ陶芸を受けることになります。だから善良な民はそれなりに福を受け、悪い人はそれなりに罪を受けるのです。宇宙は相対的な基盤がなければ天運によって生産します。失敗したくて失敗する人がいるでしょうか。人生台無しになりたい人はいません。歴史上多くの独裁者がいましたが、彼らが望んで滅んだのでしょうか。ソ連の共産党は自滅することを願っていたでしょうか。宇宙的なすべての基準を中心に見ると、主体対象権においてこれが不合理であれば天運が一気に片付けるのです。それではこれから私たちの家庭の実際の問題について考えると、家庭に入ると夫を主体と言いますが、与えて忘れる心を持った主体でしょうか。与えても与えても忘れてしまう主体は永遠なる主体になるのです。夫が妻を愛するときに、ああ私はこれだけ愛しているのに、あなたは私ほど愛してくれないと考えるなら、与えて忘れるということにはなりません。それでは長続きしません。必ず問題が生じます。私たち統一教会の家庭がなぜ素晴らしいかというと、愛しても忘れるからです。ために与えて忘れてしまいます。何度も繰り返し
与えて忘れてここに積み重ねるのでどんどん上がっていくのです。何もないので軽いのでてっぺんまで上がれるんです。空気も軽いと上に上がりますね。同じです。統一教会のシックは自分一人で仕事をしていくらでも応用させて豊かに暮らすことができます。おいしいものを食べられるからといって豊かに暮らしていることにはなりません。心が穏やかでないと、いくらおいしいご飯を食べても病気になるのです。